神奈川県人権ケアセンターです。 YouTube といえばこれこれチャンネルっていうのがありますよね。いわゆる暴露系 YouTuber っていうやつですね。で、最近出てきたのがガーシーチャンネルですね。あれすごいですね。皆さん見たことありますか？だから世の中ちょっとね、暴露ブームが来てますよね。だからこのね、ビッグウェーブにこのチャンネルも乗れないかと考えてるわけです。だから例えばですね、解放同盟関係の方とかですね、まあ、他の同和団体でもいいですよ。あとは同和行政とか同和教育に携わった方で、ぜひね、このチャンネルに出てみて話をしたいっていう方がいらっしゃれば、ぜひね、出てほしいんですよね。もちろんね、身の危険のある人には、声変えたりとかね、顔にモザイクかけたりとか、そういうのもできますし、あとはね、今はね、わざわざ出向かなくてもリモートでもできるんでね、だいぶハードルが低くなりましたよね。で、あとはですね、報酬ももちろんお支払いいたします。1ヶ月のね、再生数かける 0.2 でね、支払おうかと思うんですよね。だいたい YouTube ってね、1再生 0.1 円とか 0.2 円の世界なので、いや、うちはもう1ヶ月の再生数で 0.2 円出します。ただ1ヶ月経った後の再生数がどうっていうことは、そこはもう全く関係ない、もう売り切りっていうことで、まあ、そこで、割り切っていただければと思います。それで、ただね、それでもね、何でもかんでもね、その暴露すればいいっていうものじゃないんですね。一応このチャンネルは教育と啓発と学習のチャンネルなので、その暴露自体が目的じゃないんです。だから、まあ、あんまりね、下品な話はやらないですね。あとはですね、一応信憑性っていうのが一番大事です。はい。まあ、ガーシーさんなんかも言ってたんだけども、やっぱりちゃんと証拠がないといけないしですね、具体的にじゃあその話の出所がどこなのかっていうのもちゃんと確認しないとですね、このチャンネルで嘘800を並べてもらうのも困るので、当然その何でもかんでもね、採用というわけにはいかないんですけども、でもね、もし教育や啓発に資するものであればですね、ぜひね、お話いただけると嬉しいかと思います。音声だけの出演でも構わないですよ、うん。で、まあ、それね、目的に関してはね、それはもう、まあ、公益のためという目的であっても、その単なる支援でも構わないんですよね。結局結果的にね、その話す内容がその啓発学習につながればいいというのが私の考えなので、目的は問わないです。ただ内容のね、その内容がその学習啓発に資するかっていうことと、あと信憑性というところで判断しますので、ぜひね、ご応募いただければと思います。下の概要欄に入れておきますけども、ツイッターの DM で受け付けます。まあ、あとはチャットワークに参加していただいてもいいと思います。まあ、とにかく詳細は下の概要欄をご覧いただければと思います。まあ、実際ね、でもこの企画は成立するかどうか分かんないですよね。まあ、ちょっとダメ元で呼びかけてみようと思います。ということでね、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。